皆さんおはようございます。今日は私がですね、今年2ヶ月間生活しておりました、えー、ゲストハウス、アパートを紹介したいなと思います。えー、この家の裏にある小屋ですねでに、えー、がゲストハウスになっておりまして、ここに住んでおりました。タラン。こんな感じで、そっ ここまでめっちゃ広いってわけじゃないけどめっちゃ狭いっていうわけでもないちょうどいいぐらいな感じでしたでは早速ですねよしお邪魔しますキッチンから紹介したいなと思いますキッチンがですね一人で生活するにはなんか色々ありすぎるぐらい充実しておりましてガスコンロですね一切使いませんでした電子レンジでばっかりやってて でこれは家から持ってきた、あの、折りたたみのバケツですが、ここのシンクにちょうどぴったり、あの、サイズがあって、めっちゃ便利でした。で、えっと、もう水道に浄水器が、あの、セットされてるので、今年はあんまりブリッター使わなかったですね。で、えー、っと、夜明かしポットとか、電子レンジとか、シえっとね、 冷蔵庫もめちゃめちゃ大きいサイズの冷蔵庫もうフルサイズの冷蔵庫があってたらん何も入ってもう何も入ってないけどあなんかあのお豆腐のソーセージ美味しいですね最初からもうお水とかねあんなモルタとか一切飲まなかったけどもう入れといてくれたりとかこんなポットとかも最初からついてましたで、えー、食器もちょっと おいよ,いよいしょなんかあのこのこの上にいっぱいありますが何でも食器もお鍋も何でもありますでここにテーブルがあってえー、とーここでまあパソコンの作業したりご飯食べたりとかができますでこっち向き よし、ここにあのテレビがあって、ケーブルテレビが見れ、何チャンネルも見れるので、まあほとんど見ませんでしたけど、あの、現地のニュースとか見てました。ここに鍵とかかけるのがあるのは便利だなと思います。で、扇風機あって、てかもうとりあえず何でもある。何でもあった。で、えっと、去年はですね、まだ工事中だったんですけど、だから何も置いてなかったんですけど、 なんか今年来たら家具がいっぱいあって、このソファーが置いてあったんですけど、ソファーはね、なんか下が収納になってるとかもないし、ソファーベッドになってるとかもないんで、これソファーベッドだったらもっとよかったのになって、ちょっと思います。で、いつもスーツケースあの下に入れて、アイロン台とか、アイロンもちゃんとあるし、ここベッドですね。ベッドはなんて言うんだっけな。クイーンベッド なんかセミダブルです日本風に言うとでここにあのなんだえっとお洋服かけるとこがあってエアコンがありますでこの棚の上とかもいろいろ入れれるんですけどもほとんど何にも入れてないですねなんかここになんかいろいろ下着入れたりこの下にあの 服入れたりとかして収納もめちゃめちゃありました。で、えっ、ー、とこっち側が。たらーん、えっ、ー、とこっち側がえっ、ー、とバスルームになっています。綺麗ですね。で、えっ、ー、とお腹の洗濯物入れと。えっ、ー、とトイレとでここがバスルームで。こちら。 シャワーはですねあのまあ取りによくあるタイプですこういうやつででまあこんなここであのお風呂入ったりとかできますよしこんな感じかなよしあじゃあそ外見に行きましょうかよいしょあでなんかあの 普段脚立はしまってあるんですけど私がちびっこすぎてですね上のものが取れないので脚立、あのー、はもう出しっぱにしてありました脚立でちょっとねよし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 ここによいしょあくなお鍋とかあなんかミキサーとかもあったんだ知らなかった 全然、全然買ってない人。もうほぼ電子水ここに食器とかあったりとかして、あの、何でもあります。もうとりあえず何でもあります。で、この裏にですね、裏に、もう猫がめっちゃ猫の通り道でしたか。ここに洗濯機と乾燥機があって、まあ乾燥機あるんですけど、あの、 これをつけてくれて、なんかあの乾燥機で乾燥したくなかったらこれにかけて干してみたいな感じだったけど、まあ、あんまりそんなの使ってないですね。っていう感じです。外の景色がいいっていうことはなかったので、ずっとあのカーテン閉めて、えっ、ー、と、エアコンつけて、ここの カウンターでですね、あのパソコンで作業するっていうことがすごい多かったです。で、まあそうするとですね、あの外食代とかも結構節約できるので、まあ家賃はあの去年より高くなったんですけれども、結果的にはこうリーズナブルだったんじゃないかなと思います。えっと、普段あのこのお部屋あの貸してるそうなので、 来年のカーニバルもね、私、ここの部屋も借りたいと、ぜひ思っているので、それ以外にもしトリンダードいらっしゃる方がいたら、あの、こちらの宿いかがでしょうか借りてみてはいかがでしょうかでは、ルームツアーでした。以上です。